ならば共に行くぞ。ええ、阿久津くんのためなら。阿久津くん、あんたまで一体何考えて。違うの、変な目的じゃなくて、あくまで阿久津くんのためにしたことであって、変な目的じゃなくて。分かった、もういいから。え、分かってくれた。はいはい。ああ、よかった。まわしつけてきました。とびきり細いまわしです。これでがっぷり四つのうっちゃり大一番お願いします。うっちゃり大一番お願いします。うっちゃり大一番しようとしてた人がキスぐらいで。無理しない。ちなみに5組の夜の催しは肝試しに決まったわ。そうなんだ。夜に襲われるスリルがいいんだよね。しずちゃん、さらにやるからには本格的にってことで道具の使用も許可したわ。さおちゃんも道具を使われるのが好きなの。しずちゃん、私は女体に触れたくて川でよしてるわけでは。あっちに宮本さんが隠れてます。裏切ったな。そういえば細川さんの体って陸上部の大会が近いからプリップリに仕上がってるよね。ボディーソープを詰め替えるの忘れてた。ごめんね、お兄ちゃん。じゃあ替えのやつそこを置いといてくれ。わかった、詰め替えに来たよ。全然わかってねえし。じゃあお詫びとして背中ゴシゴシしてあげるよ。シュッシュ。背中ゴシゴシでそのジェスチャーはおかしいだろ。あ、もしかしてあやっち今まで一度も濡れたことなかったりして。んなわけねえだろ。濡れたことぐらいあるっつーら。もう濡れ濡れのびっちょびちょだっつーら。やるなめんじゃねえぞ。小学校の時いっぱいお漏らししたしな。栗林こそ本当は濡れたことねえんじゃねえな。あ、あるわよ濡れたことぐらい。お漏らしとかじゃないわよ。私が聞いてるのは小麦さんがです。やれやれ、俺も暗黒面落ちか。仕方ない、田口の記録でも抜くしかないな。そんなの加藤さんに頼めばいいじゃないですか。じゃあ私はリリチオちゃんの味方する。何その代わりニーソと太ももの間に指入れてもいい。そんな恥ずかしいこと。でも負けたら三毛塚くんが彼のために何かしたい。やあね、冗談よ、本気だけど。少しだけならすぐ済ませろ。しまったし、失礼。あ、やっちまった。何やったエロミー君。鼻血。あんなにおしゃれを嫌がってた子が。友達の影響ってすごいよね。なんだか染谷さんの力を借りてばかりで何かお返しをしなければ。え、もういっぱいもらったよ。んそれはね、たくさんの。あ、ずいいね、狙いが正確だと避けやすいわ。よく見えるな。ユニ兵の目を舐めないで。それに殺気で玉筋が読める。あ、ヤマトは舐めていいよ。眼球キスオッケー。私もヤマトの玉筋舐めるから。あれ、ヤマト農作業なんですよ。農業高校の教師なんですよ。それなのにどうしてドレスなんて着てきたんですか。汚れちゃってもいいんですか。うん、めちゃくちゃにして。お泊まりだってオッケーよ。いや、ちゃんと帰って。夕方前には終わるから。
でも一回だけじゃ満足できないんでしょ。またそのしょうがないわね若い子はみたいな顔は。僕は何回田植えをやればいいですか。先生の推薦に博士の種もみを直負けして。スガ君、キミオ君、怒ってるの？当たり前だろ。毎朝あんな起こし方されれば。私がメールしたらあなたはカーテンを開ける。お互いのそのままを見せ合うのが自分見せ合いっ子の約束よ。あっ、なぜここに。まさか一人暮らしをいいことに女の子を連れ込んでみだらな行為を。それもおばさんの私物だ。待ってくれ、あのパンツもそのリップクリームも実は全部俺の仕事だ。私、お兄ちゃんが肩車してくれればいいです。そうすれば簡単に登ることができます。肩車。わあ、どうした。別に何でもないわ。それじゃあ立つよ。よっ。ホモゲブってやったことある？あれ神ゲーですよね。そうです、私はホモが好きですよ。超腐ってますよ。何を隠そう、昨夜は真壁先輩が男子部員全員に臨館される夢を見ました。ヤッホー。取り込み中だったか。アレンジですわ。なるほど、朝飯前ですわ。生意気。みんな今助ける。やめて。快感ですわ。これが先輩が参加している模擬店ですか。ああ、世界の珍味が楽しめるんだ。どうぞ。美味しそうですね。食べてるところ写真撮っていい？うん。ところで何の料理です？牛の。じゃあ早速頬張っているところを一枚。誤解招く言い方するな。野郎ども、雪原の青から恵みの夕立ちジュースよ。さあお口で受け止めなさい。翼がもげない限り、あ、もげない限り、心がある限り、ある限り、私はどこまでも飛べるわ。坊ちゃんどうなさいました？って何してるんだ。ご所望かと思いまして。覗きたくて突っ伏したわけじゃない。逆セクハラをやめろっていつも言ってるだろう。僕が辛いんだぞ。申し訳ありません。はっ。変な声出さないでくれ。間接キスですね。好きだったんです。まあ、お姉さんが怖がってるのを見るのが。心の奥底までストーカーだこの人。嬉しい。いやいやいや、話ちゃんと聞いてました？ダメだ、もう目が濁ってる。じゃあお姉ちゃんも警察に行く？そうね、一緒に行きましょう。成田に行くって新婚旅行？先輩が私を恋愛対象として見てくれないのは私が子供だからですか？今なんか言ったか？店の BGM がうるさくてよく聞こえなかった。先輩好きです。お、農具の好きがどうかしたのか？私と付き合ってください。おお、どこへ行くんだ？セックスしましょ。俺はサックスよりトランペットがいいな。